第一野生パン株式会社は東京都小平市に本社を置く製パン会社。一般には商標の第一パンで知られる。製パン業界では山崎製パン、四季島製パン、富士パン、神戸やアンデルセングループに次ぐ中堅グループにあり、売上高は業界6位である。豊田通商グループ会社。なお当社より上位の企業のうち山崎製パン以外は、 非常上である。主力証券は競争の激しい関東、関西が中心であるが、北は北、関東、新潟県から西は中国、四国地方まで証券がある。沖縄県那覇市にも第一パンは存在するが、正式名称は株式会社第一パンであり、同業ではあるものの関連性は特にない。 連結売上高に占める比率は2017年現在、パン部門75.5%、和菓子部門13.6%、その他部門10.9%。かつては、米飯事業にも手を出していたが、現在は撤退している。子会社は主にクッキーなどを生産する、スリースター製菓、冷蔵製地供給をしている、ベーカリープチ、もともとは、 第一夜製パンの物流、ルート配送部門であった、ファーストロジスティックスなどがある。2007年までは、米飯、調理パン部門である、フレッシュハウスという子会社が存在していたが、当部門の業績悪化のために金火食品などに譲渡、撤退しており、現在は存在しない。創業者、細貝吉夫の息子の細貝正秀が、平成26年1月1日付をもって、 会長を務めてり、代表取締役社長や、取締役は、大株主の豊田通商より招聘している。1998年6月に発売した、ポケモンパンシリーズは、ロングランヒット商品で、看板商品となっている。当初は、山崎製パンが手掛ける予定だったが、1997年12月に、テレビ東京にて、ポケモンのアニメの放映中に、 転換事故が起き、それを理由に山崎製パンが撤退したことにより、手がけることになったことが始まりである。製パン会社の中では、キャラクター商品の先駆者であり、ポケモン、スーパー戦隊、シリーズ、プリキュアシリーズなど数多く手がけている。小麦粉やバターなどの原材料価格の高騰で、製品を他社と同じように値上げをしているが、それでも採算が取れなかったため、 不採算店舗の取引中止や不採算アイテムのカットなどで利益の伴わない売上をなくして何とか黒字化しようとしているがこの売上を他社に奪われ生パン業界の中でのシェアをさらに下げてしまう可能性もある第60期から継続して営業損失を計上し業績の回復には至っていなかったが豊田通商の持ち分法的用害者となってからは 生産面で TPS を導入し、品質の安定化と生産効率の改善が進み、製造原価を大幅に低減することができた。それにより長年営業損失を重ねていたが、第72期では黒字化を達成。昭和50年代、同じく原価高騰を受け、値上げした山崎製パンとは、当時ほぼ同じシェアで並ぶこともあったが、逆に価格高騰を吸収して、 利益を出しており、両者の明暗を表している。2008年10月現在、業績は長期間続けて赤字で低迷。2007年の米版調理パン部門撤退に続き、来期までに営業所をすべて閉鎖し、その閉鎖した営業所が担当している配送エリアについては、他社との共同配送で対応し、物流コストを削減する予定。3月に閉鎖して、 同業他社との共同配送を開始している2008年6月末現在で、単体ベースで従業員数が994人と、一般に大企業と呼ばれる従業員数の1000人を割り込み、かなりの規模を縮小している。2008年、ハワイにある子会社、第一やラブスベーカリーインコーポレーテッドを現地法人に譲渡。これにより事業は海外から撤退し、 国内のみとなる。2009年1月1日付で仙台工場を白石食品工業に売却し、東北地方での製造と販売から撤退した。2009年6月、賃借料の削減のため、本社を小平工場の敷地内に移転した。2009年12月22日、豊田通商を引き受け先とする。 第三者割り当ての新株発行を行うことを発表した。2010年1月27日、豊田通商の持ち分法的用害者となる。横浜工場とベーカリーアウトレットイフ横浜店、ベーカリーアウトレットイフという名称で展開。企画外品、形に難がある商品等を値引き販売。同社は製パン業界のキャラクターシリーズの先駆者である。ありがとうございます。